まあ、差がちょっとずつ分かってきたところだと思います。で、できたところもあると思いますし、あれこれなんだろうなみたいなところもあると思うんですけど、もう一回こう言いますね。改めて同じこと聞くと意味が違って聞こえると思うんで、いいっすか。じゃあちょっと一回前に見てください。実際に出来上がるとこうなります。出来上がるとこうなる。何十回も俺書いてるんで、いい加減僕は飽きてるんですけど、みんなにとってはそうなるのって話だと思う。なんでって話で、まずですね、もう一回言いますけど、ね、400とパーソナルオフィですよね。ってことは16の次12です。ほんで内装外装とかいろいろ言いましたけど、基本ですね、お隣はよっぽどのことがなければ平行にいます。何もなみる平行なんですけど、だから何も考えなければ単純にこの内側に平行に引いていけばいいんですよ、ね、だけどヒントがちゃんとあったら、根拠があったらその根拠には従ってくださいね。これ12だって言ってんの、これ主張してるわけだ。この10が、この10が12はここだぜって主張してるわけです。明らかに12はここだぜって主張してるので、じゃあなんとなくじゃなくて、ね、根拠はちゃんとあるんだから、そこはちゃんと満たしてあげようという話なんです。そうすると12は割と根拠が多いので、だいたい平行でいいんだけど、ちょっとこの辺グリーンとしたい。わかりましたね。ここに11があるんで、それはそれよりも外側にいられるのがおかしいですね。で、ここにいきなり7があって13があってこうやってあるんで、その間を取らないとおかしいですよね、とかってあるんで、単純な平行じゃなくて、じゃあその根拠には満たしてあげるように取っていきましょうよって話です。だからこの単純なルールを聞いたときと、今ルールに従ってやっただけですよ。ルールに従ってやっただけですけど、実際の意味でこういう違いがあるんです。でもう一つはですね、こっちの外側ね、外装で書くところ、こっちは逆にですね、ヒントがほとんどないんですよ。ほとんどない。で、そういうところは、もう本当、この21が3個しかない。これを頼りに、あとはじゃあ、お山の先生はここだって決まってますから、ここに向かって、登っている斜面を作るにはどうしたらいいかなしか考えようがないんです。でもう一つですね、僕これいつも最後にするんですけど、裏技があるんです。今までの話何だったんだっていうぐらいの、全部これでいいじゃん、まあでもこれ言っちゃったら面白くないです。はい、これちょっと出してください。勘のいい人は持ってくるじゃん。これ出してください。これはですね、こいつが出来上がったらここに入る。で、その前日の天気図なんですよ。つまり見てると分かると思いますけど、だんだん西から東にずれていってるじゃないですか、あいつが。分かります？なんで今日って話なんですか？分かりますね。過去があって未来があるんですね。その間の今なんですよね。ということはほぼですね、ほぼほぼこの形ぐらいですよ。昨日できてるんでしょ、これ。変わります？これほぼ答えじゃないですか。先に言ってたらな、つまんないですね。でもこれが答えなんですね。これがちょびっと横にずれた感じが今日目指すところなんです。
十七章ここ書くんですよ。なんでかって十七がありますよ。そして前日どうであるかこの辺の話を見えてる。何の迷うことになる。これをね、今日のフェイスブックに、ね、上げてもらいますけど、これがね、意外に、まあ、先週ね、どれくらい皆さんの反応があったかわかりませんけど、一人当てね、結構コメント欄で長々とやってる人もいましたけど、これね、前日上げると結構みんな反応してくれるんですよね。先週の G ばっかりとか数字ばっかりとか、これ何？っていう反応が出てくるんです。